こちら腰に手を当てていただきまして、ヒールを出すとき、女性感のある曲線を出すことが、一番重要なことなので、なるべくこのおけつに手を置いたときに、この骨盤がこういうふうに軸足の方に座れるように意識してみてください。まず、皆さんから見て左側、左足の方に軸を全部乗せてください。で、おけつに手を当てたら、そこからしっかりその軸足の方のおけつに乗って、私のここの、この白いこの文字のラインがですね、しっかり前に、ちょっと見えるくらいまで、少し言い方悪いんですけど、気持ちおけつを外すイメージです。そこからしっかり軸足に乗ったら、そのまま一本の軸足の方に、全部自分の体重を乗せるように意識してください。このまま骨盤をこう使って1個の足の重心に乗せてください。ここがまず1個のポイントです。できましたか？はい。そしたら反対の足はこの横に置くだけです。こっちの足に体重をかけないようになるべく1個の足の体重のまま1個の足の体重のままこの反対の足を置くだけにしてください。どうですか？できましたか？はい。で、この奥足なんですけども、ヒールを見せない方が足が長く綺麗と言われていますので、なるべく足が長い、この、こっち側の方にヒールを見せない方に、足をこういうふうに回してツイストしてあげてください。そして内もものラインが長い方がいいので、こっち側に逃げないように、なるべく内ももが長い足が長く見えるように足を置いてみてください。どうでしょうか？で、その時も常にこのおけつの曲線を意識しながらこっちの足を置くだけです。どうでしょう？それができましたら今度はおけつ。このおけつに乗った軸足と肩甲骨、ここですね。肩甲骨とおけつが近づきます。こうすることによって前から行った時に少しまたこの上半身の曲線ができてくれるのでなるべく息を吐いてで自然なところで曲線が作れるように意識してみてください。はい。で、このですね、軸足の後ろ軸足の膝が曲がらないように気をつけてください。しっかりこの、膝の後ろのハムストリングという筋肉を上に引き上げてそう、ハムストリング、この後ろの筋肉をしっかり上に引き上げて膝が曲がらないように意識して1個の足に乗っても重心が変わらないですのでしっかり軸足の方の重心に全部自分の体重を乗せ替えて横に置くだけです。はい。これが、基礎ですね。はい、そこからこの横に出したきれいな足を中にこのまま入れていきます。